まあ、いろいろ、まあ、ドラマを作った男の戦いがあったわけですけども、一つ力道山時代の思い出の試合というのは何でしょうか。いや今の人もね忘れないと思うんですよ、あのデストロイヤーとのね大阪で四の字を掛け合ったままあの無試合になったのがありますね、はい、あの凄惨な試合、その他、今度は馬場時代になって鉄の爪のあの挑戦ですね、これなんか忘れられませんな、はあはあ、代表的なのはそれでしょうね。そうですね、はい、まさに数々の男のドラマこういったものを生み出しました。日本のプロレス界の至宝であります NWA 認定のインターナショナルヘビー級のベルトということは24年の歴史があるわけで、どうしても日本選手の手にこのベルトがなきゃいけないわけですね。そういうわけです、結局日本がねプロレス一等国になったのは、はい、このインターナショナルベルトの挑戦内容がね、ほとんど日本プロレス史の歴史じゃないですか、はい、再びリング上ちょっと見てみましょう。リングの中央で仁王立ちであります。正攻法のレスリングを挑んでおります。王者ブルーザーブロディ、場外に出て暴れまくるとかそういうような戦法は今のところ影を潜めています。そういったところから見ますと全くこの隙がないというかそういう感じがしますね。ブロディ自体もね、その意識してるんですよね、はい、やっぱり、王者の風格ということと、それから場外、反則、ということは不利ですからね。そうですね、それをやらない自信がまたパワーにあるわけですね。ということは鶴田、挑戦者の鶴田としてはどこに的を絞ったらいいんでしょう。結局まあ あまりねその力ではねやっぱり及ばない、はい、だから思い切ってですね鶴田君は失うものはないんですから、うん、思い切ってやってみるってことですね。思い切りそれしかないですね、はい、さあちょっと両選手の動きが華やかになってまいりました。もうガーッとわしづかみにして力でジャンボ鶴田を場外に送り込んでいきますが、しかしリングの中で仁王立ちは本当に落ち着いています。まさにこの冷静沈着と言えるでしょう。ブルーザーブローディーです。全く場外乱戦を挑みません。タイミングを取りまして呼吸を置いて今ジャンボ鶴田が再びリングの中に入ってまいりました。先ほど立山さんにも思い出の男のドラマを一つ語ってもらいましたけれども、簡単にここで NWA 認定のインターナショナルヘビー級の歴史を改めて皆さんにお伝えしてまいりますと、おっと動きが速くなりました。ジャンピングリーバット、やっぱりこれです。ここを開くか、おっとこれはやっぱりあれ逃げてしまいました。ジャンピングインパクトで突破口を開こうとしたジャンボ鶴田、初めて打ちました。今日はジャンボ鶴田が初めて打った先制攻撃であります。これは功を奏しました。相手の王者ブルーザーブロディも相手の18番もよく心得ています。初めてブルーザーブロディが外に出まして完全にタイミングを測っています。さあ再びリングの中に2人がやってまいりました。待ち受けるチャレンジャーのジャンボ鶴田です。このインターヘビー級の歴史というのはもう本当に24年という歴史があります。力道山は昭和33年の8月の7日にロサンゼルスオリンピックオーデトリアムでルーテーズからタイトルを奪いまして第2代のインターヘビー級のチャンピオンになりました。以来、ドンレオ・ジョナサン、それからエンリキ・トーレス、あるいはミスター・アトミック、サニー・マイヤー、グレート・アントニオ、それからジェスト・オルテガ、パット・オコーナー、そしてザ・デストロイヤーらと防衛戦を、やりまして19連続防衛を残しまして力道山は残念ながら亡くなりました。そして40年代になりますと40年の11月の24日でありますが、この今行われております大阪府立体育会館のリング上でジャイアント馬場選手がディック・ザ・ブルーザーをやりまして第3代の王者になりました。そして初代チャンピオンのルー・テイズ、あるいはキラー・カール・コックス、クラッシャー・リスワッキー、そしてフリッツ・フォン・エリック、ザ・デストロイヤー、そして田山さんのお話にも出ましたブルーのサンマルチのらと死闘の防衛を果たしまして一気に馬場黄金時代を作り上げたわけであります。そして馬場選手はその後22回の防衛でボボブラジルに敗れましたけれども、2日後に取り戻して海外のアメリカではザ・シーク、あるいはまたフリッツ・フォン・エリックらに防衛を果たしています。そして再び19回目の防衛戦でジン・キニッキーに敗れました。しかしこれまたロサンゼルスで取り返しまして47年の9月の2日全日本プロレスの創立にあたりましてインターヘビー級の王座を返上したわけであります。まあ田山さんの話にもありましたようにジャイアント馬場選手が、まあ、日本プロレス界の屋台骨を支えたこのベルトですよね。そうなんですよ、はい、特にねその、オリンピックオーディトリアムで、力道山が取ったところで取り返したというドラマ、はい、これは素晴らしいですね。そうですね、再びリング上ステップオーバーのトーホールド、ジャンボ鶴田が、王者ブルーザーブロディを攻撃しています。以来ボボブラジルからひとまず大木金太郎にベルトが渡りまして昭和56年の4月の30日に
ドリーファンクジュニア、キラ、ブルックス、ブルーザーブローディ、ジャックブリスコ、テリーファンク、タイガー戸口、アブドラザブッチャー、ジャンボ鶴田、そしてジャイアントババセンチラでインターヘビー級の王座、トーナメントが行われたんですが、ドリーファンクジュニアが新王者になりまして、ブルーザーブローディが現在のチャンピオン、第13代チャンピオンでございます。さあ再びリング上を見ましょう。鶴田が攻勢に出てますね。出てますね、足を殺していく技はいかがですか。いや非常にいいですね、それでやっぱりジャンピング2パット、はい、あれが突破にするんですよ。そうですね、ジャンピング2パットを打って場外にブルーザーブローディを突き落としたあたりからちょっと流れが変わりました。変わりました。そして足4の字固め、意表をつく技、ジャンボ鶴田が意表をつく技に出てまいりました。これは決めですね。鶴田こういう技を考えてたんですね。考えたんですよ。まあ試合前の控え室では記者団に囲まれまして、相手は本当に強い、実力ナンバーワンだということを言っておりまして、技が思い浮かばないということを言っておりましたが、この足技に持っていくとは驚きました。いやブローディの足は強いんですけどもね、100メートル11秒で走るっていうんですからね、この頭を使った今夜のジャンボ鶴田の攻撃パターンはなかなかいいですね。よかったですね。足4の字固めが完全に決まっています。決まってますね。ちょっと王者ブルーザブロディの表情はどうでしょうか。かなり苦しい、かなり苦しい、大きく口で呼吸をしました。かなり苦しい、汗が光っています。リング上であります。どうしても取らなくてはなりません。日本の至宝、 NWA 認定のインターナショナルヘビー級のタイトル、これ本当に責任の重いジャンボ鶴田、これ気をつけないといけないのは、返されると今度は鶴田が危なくなるよ。そうなんですね。相手は何しろパワーがありますので、ね、さあちょっと形が45度の体勢になりました。このフィギュアフォーレッグロッグの返し技というのは倍効きます。あー今度はどうでしょうか。鶴田の表情が見たい。鶴田がちょっと苦しくなりました。これは苦しい。鶴田が苦しくなりましたね。再びリングの中央で赤い陣内にブルーザーブロディの体を3分の2引き込んでまいりました。赤い陣内はジャンボ鶴田の陣内であります。これは、ね、いい攻撃です。返されちゃいたんですよ。そうですね、このシリーズはもう本当に使命感に燃えたぎっております。ジャンボ鶴田、今リング上で死闘を展開するインターヘビー級のベルト、それから後半のユナイテッドナショナルヘビー級のベルト奪還を成功させて、一気に大エースの座を獲得したいこのジャンボ鶴田であります。このシリーズというのは田澤さん、はい、プレの世界最強タッグリーグ戦にも影響してまいりますからね。あ、本当に大事ですね。大事ですよ。さあしかしフィギュア4レグロッグがかかって何秒経過したでしょうか。かなり長い時間かかってますが、1回戦した、いやこの状態ではどっちが有利か。鶴田も苦しくなった。それからブルーザーブロディも非常に苦しいようだ。苦しいようだ。たらいかんですよ、そうですね、両者もう力、渾身の力を振り絞って足に全神経を合わせています。あ、よし。さあもう1回1回転してエプロンサイドにやってまいりました。さあ両選手の表情、体全体から、流れ落ちる汗、死闘を展開する NWA 認定インターナショナルヘビー級の選手権試合、ジャンボ鶴田が初挑戦です。ユナイテッドナショナルヘビー級の選手権試合王座決定戦の時には初めての対決でチャンピオンベルトを手にしたこのジャンボ鶴田、果たして日本の至宝インターヘビー級のベルト初挑戦で初ダッシュなるでありましょうか。こう試合を展開しているジャンボ鶴田、意表の攻撃、フィギュア4レッグロッグ延々と続いています。フィギュア4レッグロッグが延々と続いています。ちょっとエプロンの外に出ましたので、ここはロープブレイクが与えられます。だからダメージはブルーディーの方ですね。そうですね、どうでしょうか。ちょっと表情を見ないと分かりませんが、場外に一旦出ました。場外に一旦出たブルーザーブロディが今度は足を引っ張り込んで青い鉄柱に巻きつけます。ジャンボ鶴田の、右の内もものあたりを思い切って打ちつけます。力の攻撃に出てまいりました。力の攻撃、しかしブルーザーブロディもフィギュア4レッグロッグをかなり、打たれておりますので足を引きずっています。左足を引きずっていますが、さあ先にリングの中に入りました。ジャンボ鶴田の動きが完全に止まってしまいました。ロープの外、リングの外、しかし鶴田もカウント1ですぐに入りますが、さあ怖い、キングコングドロップを落としてまいります。ブルーザーブロディ、キングコングドロップを落としてまいります。しかしジャンボ鶴田も勝ち上がった。接近戦を挑みます。やっぱり大勝負になってまいりました。ダメージはキングコングの方にありますね。そうですね、どうしても相手の足を狙います。足を弱点と見ましたかね。そうですね、そうですね。今度はサポーターを巻いております左の足、この左の足を、セカンドロープに巻きつけました。セカンドロープに巻きつけました。やっぱりダメージはありますね、はい、そうですね。ブロディの方が痛めてます。はい、ちょっと足を引きずりながらも、しかし左手を大きく伸ばして今度はバックを取ります。バックを取って何でしょうか。思い切ってキャンバスに叩きつけます。キャンバスルさん、
なかなか積極的な攻撃になりましたね。それはね、ジャンボの方としては失うものはないですからね。はい、まあ、精神的には追う立場というのが、まあ、タイトルマッチの場合には楽だというふうに言われておりますが、しかし相手はブルーザー・ブローディ、そう、並大抵のことでは通じません。またしてもステップオーバーのトーホールドに入ります。痛めた足をとにかく治らないようにしなくちゃいけませんね。さあ、またしても足を殺しに行っております。そして全体重をかけました、全体重をかけましたジャンボ鶴田です。足攻め緩めちゃいかんですね。そうですね、あくまでもこの今接近戦を挑んで、これが成功してますからね。そうなんです。はい、先ほどはピニングトーホールドから見事にフィギュア4レッグロックを見せました。このジャンボ鶴田、足を完全に狙っています。試合はちょっと田沢さん長引きそうですね。長引きそうですね。5試合の NWA 認定のインターナショナルヘビー級の選手権試合。さあ、しかしなかなかこの王者の風格というんでしょうか、24年間の歴史のありますこのインターヘビー級の重さが、伝わって、おります。このブルーザーブロディ正攻法の試合であります。またね、王者になって正攻法でいかないと、はい、それだけの自信もあるけど、はい、いかないと反則の心配がありますからね。あ、そうですね。さあ、どういうような展開で勝負はつくんでしょうか。なんとしても鶴田はこのタイトルを奪取しなければなりません。本当に使命感に燃えております。第一挑戦者のジャンボ鶴田。さあ、今度は再び両選手が外に出てまいりました。場外乱戦をどうやら挑むようです。ブルーザーブロディも今度は外に出て戦ってますね。本部席にジャンボ鶴田を叩きつける。ジャンボ鶴田を叩きつけます。さあ、歴史に残るような試合になるでありましょうか。 NWA 認定のインターナショナルヘビー級のタイトルマッチ、再び王者ブルーザーブロディ入ってきた。全く今のところゴブゴブと言っていいですね。ただ、ゴブゴブですね。はい、堂々と渡り合います。チャレンジャーのジャンボ鶴田、さすがに第一挑戦者に選ばれただけあります。足を取ってまた相手を崩しに行きました。大きな山が崩れるような、ドキッというような重さが放送席にも伝わってまいります。勝負の方は15分経過。やっぱりあの4の字が効いてますね。そうですね、あの 4の字固めから構成に出ておりますのは鶴田ですね。そうなんです。この後の攻撃をどういうふうに考えているんでしょうか。ジャンボ鶴田、下半身を狙った後には今度は上半身への狙い、こういったいわゆるもうオールランドの狙い、全て持っている技を全てぶつけるというふうに言っておりますジャンボ鶴田。どういう技がありますか。全シリーズから非常にいい完成度を高めております。バックドロップなどもあります。ルーテーズ式のバックドロップなどもありますので、あるいはこの巨体ブルーザーブロディにも一発試運転で仕掛けるかもしれません。なかなかね、このブロディを一目な容易じゃないですね。はい、しかしまあ先ほどからこの日本の至宝と言っておりますインターナショナルヘビー級のタイトルであります。このジャンボ鶴田は力道山から馬場につながり、そしてジャンボ鶴田の支柱になってこそこのインターヘビー級のベルトの価値が高まるんじゃないでしょうかね。インターのね、大空についたものの時代になるんですね。はい、馬場時代ってのはインター時代ですからね。そうですね。さあ、馬場選手の後継者でありますジャンボ鶴田。さあ、再び王者ブルーザーブロディが攻撃を仕掛けてまいりました。大きくドラッグ、ジャイアントババを倒しました。ドロップキック、キングコングドロップキック。いやー、これは飛びました。容易ならぬもんですよ。ここでどういう風に今度はブルーザーブロディが技を、組み立ててまいりますか。突破口を開きました。大きく右の肩の上に乗せて思い切って落とします。ブルーザーブロディ、あのワンハンドのねボディースラン、強烈ですね。強烈ですね。そしてキングコングドロップ、強烈レッグドロップ、まさにギロチンドロップを見舞いました。キングコングドロップを打ちます。そして軽く抑え込みますが、ジャンボ鶴田も必死で肩を上げました。左の肩を上げました。まだ呼吸は乱れておりません。鶴田も必死の形相でまたまた接近戦を挑みます。どうしても狙いはサポーターのある左の足、左の足に焦点を絞っています。鶴田、そして外に追いかけます。外に追いかけようとする赤い鉄柱がそばにありますが、今度はさっきとは逆の形、赤い鉄柱へブルーザブロディのこのサポーターを乗せる左の足を赤い鉄柱に引きました。これは賢明だ。まだまだ一進一退の攻防が続いておりますが、今度は赤い鉄柱へもう非常に近い距離から思いっきり打ちつけました。鈍い音が届いてまいります。鈍い音が届いてまいります。ブルーザブロディ今の、出血、出血を見ました。左の目のそのすぐ上ですね。そうなんですよ。あるいはこの大流血が目の中に入って方向を失うかもしれません。
さあチャンスが訪れました。ここは一気かせに攻め込むチャンスじゃないでしょうか。ここで2大きくドープに飛ばして、あっと思い切って拳でさらに傷口を開こうとするところ、思い切って今度はジャンボするからドロップキック。さあ天下一品大きく飛び上がりました。ドロップキックが当たりました。さあチャンスが訪れた。奪還のチャンスだ、奪還のチャンスだ。インターヘビー級のベルトを取るチャンス、チャンスが訪れた。今度は何だ、あー見破られた、見破られました。なかなか進むなぁ、手物ですね、本当に強いブルーザーブロディ、本当に並大抵のパワー、並大抵の技では倒れません。ブルーザーブロディ、この男を倒してこそ日本のプロレス界を担う男にふさわしいジャンボスルーターになることでありましょう。お返しを赤い鉄柱攻撃ですね。そうなんですよ。おそらく目の中に血が入っていると思うんですが、本当に的確に打ってきますね。的確ですね、やっぱりブルーザーですよ、ね、はい、ブルーザーブロディに背中を見せています。トップロープに上がりました。ブルーザーブロディがまさに一度手刀を落としてまいりました。本当に強い男です。そして冷静沈着、まさに正確無比ですね。コンピューターですよ。再びブルーザーブロディの攻撃であります。右手を高々と上げまして、そしてキングコング2ドロップ。これが怖いですが、これは自爆、これは怖い技。ジャンボスルタキングコングドロップはどうやら防ぎました。外に出ました。そしてブルーザーブロディも外に転げ落ちました。インターナショナルヘビー級の選手権試合、ブルーザーブロディにとりましては2度目の防衛戦、ジェイアントボマの防衛を退けました。そして日本にやってきて第一挑戦者ジャンボスルタと猛烈な戦いを挑んでおりますが、まだ死闘に決着がつきません。場外乱戦になっています。場外乱戦であります。さあ今度はブルーザーブロディがおっとバック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 一瞬の隙を突いて身を挺してジャンボスルタが顎の先端を青い鉄球に打ち付けられました。しかし果たしてどうでしょうか。今ゴングが要請されておりますけれども、20分18秒、両選手リングアウトが今決められました。ということは引き分けですね。引き分けですね。両選手リングアウト、いや大いにチャンスがありました。ジャンボスルタでありますが、この時点で日本の司法 NWA 認定インターナショナルヘビー級のタイトル奪還には失敗であります。これは残念、残念ですね。夢と終わってしまいました。残念ですね。両選手リングアウトで決着がつきました。王者ブルーザーブロディ引き分け防衛であります。2回目の防衛に成功いたしました王者ブルーザーブロディ。まだ大阪のお客様はリングアウトじゃ納得がいかないというような表情。しかし佐々木さん、いい勝負でしたね。大丈夫でしたよ。そうですね。また鶴田君に非常によくやったんですよね。もう一歩力が足4の字固めあたりからおせおせのジャンボ鶴田でありますけれども、しかし両者リングアウト。再び王者ブルーザーブロディに黄金のチャンピオンベルト、24年の歴史のありますチャンピオンベルトが今ブルーザーブロディに渡されました。ブルーザーブロディに渡されましたが、ちょっとジャンボスルタがエキサイトしています。エキサイトして再びブルーザーブロディの顔面に歯を立てました。何としても欲しかったこの日本の地方インターナショナルヘビー級のチャンピオンベルト、手の中に入れることができません。ジャンボスルタは20分18秒、両者リングアウトで引き分けに終わっています。